はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、パラディン使ってますか？おそらくだけども、パラディン使ってる人は少ないのではないでしょうか。まあ、俺もその一人だったんですけども、今日は使っていこうと思います。実際のところ、バトマスや踊り子のように、力押しでガシガシ行った方が早く進めるんですよ。でもこのパラディンでちょっとね戦略的に行くっていうのも面白いのではないでしょうか。ちなみにパラディンの能力値とんでもないです。 HP が842、これもうちょっと上がるだろうね。うん、まあ、装備次第では900まで行くんではないでしょうか。で、守備力が758、もう800に届きそうなぐらいの守備力です。他のキャラクターと、比べてみると倍以上、もう下手したら3倍ぐらいの守備力があるのよ。とんでもなくカッチカチです。はい、ということで今日はパラディンを使ってゴールドマンマックス行ってみます。それでは行っちゃいましょうか。テンションは完璧には溜めてきてません。なんとなく来ました。どうしようか。まあ、とりあえず最初ダストンで、ガラクタハンターで転ばせないと話にならないよね。まずはこれです。あ、で、ヒーラーなしです。もう完全なゴリ押しとパーティーできてます。まあ、捨て身だよね。捨て身はいります。で、マイユが、闘魂打ちかな。とりあえず、マイユは貯めないと話にならないので、ちょっと貯めていきましょう。あと一発でいけるね。で、パラディンの強さっていうと、やっぱりこれだよね。仁王立ち。味方全体を守るんで、確かね、この全体攻撃でも守ってくれた気がするんだよね。なので、仁王立ちで、守る。で、転んだら話にならないので、ヘビーグリップをつけとけば、いいよね。うん、転びにくくなるんでね。あ、そうか、そうか。必殺技だ。パラディンガード。これダメージ無効化するのよ。無効化するっていうことは、転ばないでしょ。ならばもうパラディンガードを入れて、次のターンで、二王立ちで全員を守る。それでいこう。かっこいいねー。いいねー。本当にね、この兜とか結構好きなんですよね。これはね、好き好き分かれると思うんですけどね。これは結構好き。よし、じゃあ、マイユに、バイシオンをかけていきましょう。俺、ちょっと前までバイオシンって思ってたのね。バイシオンですね。必殺技を打ちたいところですけども、貯めましょう。ね。闘魂打ちで貯めていこう。うん。ダメージ食らえばむしろ溜まるんだと思うけども、ダメージは今回食らわずにいきたいと思うんでいきます。でここで仁王立ちだね。いけるっしょ。効かない。全く効かないよ。ダメージゼロ。いいね、バイシオン。やってやるですよ。オッケー。でここでもまあ闘魂打ちでたまるかな。いけ、たまりはしなかったか。クイーンオブハート、いけ。勝利を手に、いざ。で次に一括を入れてみようか。確か当たるはず。効かないぜ。全然効かない。最高だ。いいね、ルカに入れちゃえ。確か連続でのすっころび攻撃は効かなかったと思うんだよね。なのでいいか。うん、もう一回投下打ちいったね。 OK。 でここで一括効くかな。まあ効かなかったら次天部を打ちましょう。一括、覚悟はいい。効かなかったか、やっぱり。あ、仁王立ちが切れましたね。でもまだパラディンガードは効いてるのでいけ
けるよね。でも2ターンはねパラディンガード持ちそうにないんだよな。次で多分切れるんだよね。そこがちょっと気になるところですね。こういう時にはもうちょっと本気で遊ぼうちょっと言っときましょうか。不死鳥天武ゴリゴリ削れ。不死鳥天武がもうほんと最強技、何発も使えるっていうのがいいよね。6810ちょい。あ、ちょっと待って、これもう終わるんじゃない？なんかそんな気がする。連撃天武でしょ。この数で大概削るでしょ。これで終わりよ。もしか8000ぐらいいく。あー、回心が出ない。7000。まあ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 、転んでる。あ、でも大丈夫だった。オッケーオッケーオッケー。ヘビーグリップも入れたいところだよね。でもどっちかだよね、パラディンガードを入れるかどっちか。なんで途中でどっちかだね。交換してポーンを入れてもいいかもしれんね。まあまあいいや、もうこれで終わりなんで。遊ぶ。あ、警戒のステップ、全員をね応援してくれれば一番良かったんですけどね。不死鳥天武これで終わりじゃない、もしや。暗いな。いっけ、暗いやがれ。おしまーい。素敵やがれ。いやー、22手ちょっとかかったけども、ほぼほぼダメージは受けずにいけましたね。はい、それでは戻ってきました。いや、見た目がやっぱり相当活かしてるな。かっこいいね。まあ見た目はねこれ賛否あるだろうけど、俺は結構好きですね。でやっぱりパラディン強い。攻撃とかじゃなくってもうこの守りに超特化されたスキル、もうとんでもない強さだね。いやー、これはね今回ヒーラーいらなかったんだけども全然必要ないね。まあいざとなったら今回世界中の雫が作り放題なので、まあなんとでもなるのよ。ゴリ押しパーティーで全然いい。もう全然守れるね。でダストンだよなー。フーラでバイキルトかけていっても良さそうなんですけども、でもダストンのねガラクタハンターで転ばせるっていうところも結構重要なんだよな。難しいところですね、パーティー選びっていうのは。途中で変えるっていう手もあるんだけども、変えたらそのターン確か動かせないですもんね。ちょっと考えなきゃいけませんね。でパラディンは今現在そこまでねやっぱり必要性はないのかもしれないけども、実際ゴールドマンマックスとあとラスボスとあと難しいのあったよね、カバルナかと魔性王、あのあたりは結構難しかったけども、それ以外は全然ねゴリ押しでいけたんだよな。やっぱりアップデ号だね。アップデ号にむちゃくちゃ強いやつとか来た時はもうパラディンで守らせればこれ間違いないよ。パラディンガードからの仁王立ち、もう最強すぎる。もうこれ突破できるやついないもん。2ターンね、完全に無敵になるんで、これは強いです。はい。ぜひね、ちょっとパラディン使ったことないっていう人、使ってみてください。俺もね、ストーリーでね、使いたかったな。今頃になって使いたくなった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。